皆さんこんにちは。ゆうさまきせぬる一流の夏や一郎一流のりょうゆうとっておしゃべりにやっていきましょうって感じですけどもね、はい、前回まで、はい、3つぐらい、まあ、僕の就活の話、はい、っていうのが続いたと思うんですけども、はい、すごい行きたい業界の会社1年目は最終で落ち、2年目3年目も 50% をいけずねえげつない思いしてるんですよ、はっきり言って。そして今でもね、当時のお祈りメールを見ると涙が止まらないんですよ完全に心が痛められてますと、はい、いうことで本日の企画、はい、題して「心の痛み体の痛み上回る説」ということで、はい、僕お祈りメール見るとすごい心が痛いじゃないですか。なるほど、はいはい、その状況で、はい、体の痛みを加えた時どっちの痛みの方が勝るのか。なるほど。お祈りメール VS 外傷今回ね、これをね戦わせてどっちが痛いかというものを検証したいと思います、はい、それではやっていきましょう。家賃300円。はい、ということでね、心の痛み VS 体の痛み、まず第一の関門はこちら、特選生わさび。これをね鼻からすする王道の罰ゲームでいきたいと思います。いやこれ大概痛いんでね、でも、まあ、分かんないですね。僕の心の痛みも大概のもんなんで、3年連続で第一志望やった御社に叩き落とされてるわけですからね、これどちらか勝つか見ものやと思います。やっていきます心の痛み圧勝です。家賃300円。はい、ということでね、まあ肉体的な痛みといえば代表格タイキックです。ということでね、今日はわざわざはるばるタイからタイキックのプロに来ていただいております。プロどうぞ。ナマステー。ナマステってタイ語なのまあじゃあとりあえずね蹴っていただきたいんで、よっしゃ言うてもうたタイキックの方お願いします。で僕がタイキックされた後にちょっとこのねお祈りを見てどちらが痛いか確認していきます。祈ってくれ。ではプロお願いします。あっはい、ということでね、はい、まあ今まで2つ、まあ、わさびとタイキック、はい、まあ大概痛い2つじゃないですか。あ、確かに結構ね外傷のダメージは大きい2つを乗り越えて、はい、気づきました。3年間の心の傷は相当深いと非常に痛いです、はい、心がね、はい、全然もう相手なら外傷じゃということでもう1個上までいけるんちゃうかなと思ってしまいました、はい。ここから検出する説は、はい、お祈りメール見てる最中なら、はい、ピアス開けられても気づかん説、こっちに切り替えていこうと思います僕今からお祈りメール見るんで、はい、左にピアス開けてくださいマジか。多分気づかないんでなるほどですね、まあ、それで心の痛みと体の痛みどっちが強いのかというのがね最終的に検証できると思うんで、はい、なんか気づけば心の痛みに何かがね差し込んでるわけですから。確かにそうなると体の痛みもやっぱちゃんと機能してるところになるけども、はい、これ最悪のケースね、僕お祈りメール見てる最中殺されても気づかないことになるんでそれそう身の危険のためにね検証していきたいと思います。ということでやっていきます。こんにちは、電通新卒採用担当です。この度は当社の総合職にご応募いただき誠にありがとうございました。選考について慎重に検討させていただきましたが、残念ながらキーに沿うことがこれどう考えても誰が気づかんねん。これどうやってたえ、これ取れへんなってんの今え、ちょっと待ってえ痛いえ、お前これ嫌いえ、あれどこへしていくか俺は。はいということでね、今回の検証結果でしたが、まあおおよそ体の痛みより心の痛みの方が強いですおおよそね。そう、また、ね、一部ね、体に穴が開いた瞬間とかは、はい、一時的に体の痛みが生まれることもあるし、皆さんピアスを開けるときはアホには絶対開けさせていけませんということで、また次の動画でお会いしましょう。グッバイ。チンチンチン、家賃300円。